では、私の方から始めに、R ユニバースという、プラットフォームのお話を、させていただければと思います。で、もともとですね、2ヶ月ぐらい前の R の、勉強会、R、東京 R でですね、このお話を聞きまして、私も、知って数ヶ月ぐらいなんですけども、このシステムがどういうものなのかという、触りのようなお話をですね、今回、させていただければと思います。この R ユニバースって、こんな感じの、プラットフォームなんですけども、こちら側の、この R ユニバースにアクセスした時のですね、最初のホーム画面的なところですね。で、URL としては右下のですね、ここですね、ここですね、ここの URL で、この画面が出てくるという形になります。で、検索窓が一つだけありまして、ここでですね、登録されているパッケージを検索するというようなものになってます。で、もうすでにですね、協力者が結構たくさんいまして、R スタジオであったり、TD モデルズといった、組織レベルで登録したり、個人レベルのパッケージを、登録しているような、サイトになります。で、こちらはですね、ちょっと私の自分が作った、パッケージをですね、検索してみたところです。実際、こういう、以前私が、クラに登録しました、この Google イメージアレイというパッケージをです、ここで検索しましたら、自分のなんかパッケージがこうヒットしまして、著作名もなんか検索できるようなシステムになっております。で、私最近ここを検索して知ったんですけど、ここにまたですね、このパッケージの画面に、のページに進みますとですね、このような形で、パッケージの、バイナリーであったりとかですね、各バージョンのパッケージのソースをダウンロードすることができますし、このような形で、インストール、パッケージの関数を使って、この R ユニバースからもダウンロードできると。パッケージがダウンロードできるようになっております。で、ここで、ですね、今回タイトルになります。パーソナル、リポジトリということで、こちらですね。ここがですね、私の、ドメインとして、このページから公開されているという形になっております。で、こちらはですね、私が特にですね、登録したとかっていうわけではなくて、気づいたらですね、このページ作成されてたっていう形で、で、このパッケージですね、パッケージのところを押しますと、自分がこれまで作成したパッケージの方が、こう、リスト化されていると。なんかそういう形でですね、なんか、気づいたらこんなページができてたっていうのがですね、最近気づいたというところで、これについてですね、今回、ちょっと、触り的なお話をさせていただければという、これはどうしてこういうページができてるのかというお話をですね、ちょっとさせていただければと思います。で、またですね、この R Universe というところの GitHub のリポジトリがあるんですけども、そこに気づけば自分の名前で、リレクトリができていると。で、皆さん多分パッケージの開発者だったら気づけばここにリレクトリができてるんじゃないかというように推測されますので、その話もですね、含めて、今日させていただければと思います。じゃあ、ちょっと画像ばっかりだったんですけど、一応R ユニバースとはということで、この R のパッケージ開発の攻撃の一つである、R オープンサイが提供するサービスの一つで、この R オープンサイのですね、メンバーの、このメンバーの一人である、ゼロエンオウム氏という方が管理、主に管理されて、やっているサービスということです。で、大体2021年ぐらいからログが残ってまして、このあたりから活動されているプロジェクトで、多分2年ぐらい
断たれているということです。で、ROPEN サイト、まあ、こういう形でですね、まあ、ページ、ございまして、まあ、GitHub のページとありますが、まあ、まあ、こちら、今回あまり詳しくは説明しませんが、まあ、R のですね、まあ、便利パッケージ、まあ、サイエンティフィックで使える、よく使われるような便利パッケージみたいなのを作っているような、コミュニティですね。で、こちら右側がですね、この、ジェロエンさんが以前に、まあ、この R ユニバースについて、まあ、説明された資料っていうのもありますので、だいたいこれですと、まず2021年の5月頃には、もうすでにこういう活動っていうのはされてたようです。で、まあ、ここの、まあ、コンセプトなんですけど、この R ユニバースコンセプトなんですけども、まあ、個人、または、組織が所有する、まあ、R のパッケージとかですね、RMD の記事とかですね、まあ、その他の R のコンテンツを、まあ、公開配布、まあ、発見できるようなプラットフォーム、うん、として、まあ、動いているという形です。まあ、これだけ聞くとですね、まあ、クランに近い感じではあるんですけども、まあ、どちらかというと、この個人とか組織レベルで、公開するという形になっています。で、まあ、コンセプトとしては、まあ、異なるプラットフォーム間の管理者とですね、メンテナンスをですね、相互参照して、見える化しているような形になります。で、ここもまあ特徴としてはですね、このユーザーレベルであったり、まあ組織レベルですね、パーソナルリポジトリということであだけあってですね、まあこのユーザーとか組織ごとにですね、それぞれパーソナルドメインを割り振って公開しているという形で、最初にまあ画像でご紹介しましたね。なんか個人の私のドメインでフリーハックがサイトが作られて、そこから何かしらパッケージが公開されているというような仕様になっている。で、この、まあ、プラットフォームなんですけども、基本的にはパッケージを自由に配布することができると。で、まあ、査読クランやですね、バイオコンダクターみたいな、まあ、査読のシステムはなくてですね、まあ、GitHub 的な扱いで、まあ、GitHub と連携して、GitHub の、まあ、パッケージのソースをこの R ユニバースでも公開するというような形になっているようです。で、まあ、ユーザー側からするとですね、欲しいパッケージをここで、検索して、このパーソナルドメインに紐づいたパッケージをダウンロードすることができるというような形になっています。で、このドメインの付け方なんですけども、もともとはなんかですね、まあ、GitHub のドメインを参考にして作っているという形になりますね。で、GitHub の後ろの方のこの例ですと GGSec というようなリポジトリがあったら、これを前につけてですね。で、これ後ろに runiverse.dev というようなドメインを作るという形で、参照関係になっているようです。で、このページ、このドメインに対して、この右側に GitHub の、まあ、メタデータのところが紐づいているような形になっています。で、GitHub をまあ、変えるとですね、即時こっちも反映されて変わるような形ですね。いつの間にか紐づいているという形になっています。で、このページのコンセプトとしては、まあこの、まあ、R ユニバースのメンテナーは、まあ、パッケージ全員、パッケージ開発者管理者全員ということで、まあ、このサイトのですね、この、まあ、左側にメンテナンスっていうところありますが、ここをクリックすると、まあ、このホームページの管理者ではなくて、パッケージ作った人の顔、多分 GitHub の多分サムネイルがですね、ずらずらずらっと、まあ、数千人分並んでいるという形になっています。でですね、おそらくこう、アクティビティとか見たらですね、今、このどの開発者が何パッケージ開発しているかというのが、なんかランキング的な感じで出ているとかいう感じになってますね。今、ハドリーが多分今トップで、まあ、他の、まあ、多分有名な、R のパッケージの開発者が、ランキング上位に来ているという形で、見ることができます。で、ここまで、まあ、概要的なお話で、じゃあ、まあ、この R ユニバースどうやって使うかというところなんですけども、まず、まあ、ユーザー目線に立って、ここの環境から、パッケージをダウンロードしてインストールする場合ですね。
まずそこからなんですけども、パッケージインストールするときには、この R の、まあ、いつもよく使う、このインストールパッケージ関数というのを使います。で、これ、リポジトリに、この R ユニバースのパーソナルドメインとクラウンの URL を指定するという形になります。まあ、若干冗長ではあるんですけども、この、まあ、一つあるパッケージをインストールする実行例ですと、まあ、インストールパッケージの関数で、ダウンロードしたい、インストールしたいライブラリーをパッケージを指定して、このリポジトリのところに、この二つの URL を書くという形でインストールができます。ただ、まあ、この場合ですと、クランで交換しているパッケージとかの場合は、まあ、あえてこの R ユニバースを指定しなくても、クランだけでもダウンロードできますので、まあ、多分クランとかで、査読受けてないパッケージ、を、この R ユニバースでダウンロードして、その、まあ、依存関係のパッケージをこちらの R プロジェクトの方でインストールするようなイメージなんじゃないかと思います。で、このまあ簡単にですね、まあ、R ユニバースでリポジトリを作成する方法っていうのが簡単に載ってましたので、それ少し、共有させていただきます。すでにですね、多分パッケージ作られている方はもうすでに登録されていると。ただ、クランで作成されている方が登録されてて、バイオコンダクターのみだと登録されてないんです。登録されてないように思われますね。ですので、まあ、このもし未登録の場合はですね、この最初はレジストリーをする必要がございまして、まあ、この R ユニバースの GitHub の JSON ファイルにですね、自分の情報を追記していただくというのが、まず最初に。ステップとしてあるみたいです。で、次に、この、R ユニバースのページで、セットアップを押していただいて、まあ、ご自身の GitHub のアカウントと、この R ユニバースの、まあ、リポジトリを紐づけるというような形で、基本的には GitHub の、まあ、リポジトリを使いながら、こちらでも、R ユニバースの方でも公開するというようなコンセプトのようです。ですので、まあ、GitHub との、まあ、基本は連携っていうのを、まあ、念頭に置いて作られているというような形になります。で、まあ、ここまで話したところ、一応、まず簡単に、まとめますとですね、まあ、R ユニバースという、今回ご紹介させていただいたプラットフォームについては、まあ、その対象となるコンピューター言語は、まあ、R に特化していると。で、分野については、まあ、一般的に、まあ、R パッケージ全てを対象にしているという形です。まあ、これは、まあ、クランと、まあ、似たようなコンセプトで、まあ、クランも、ですね、まあ、いろんなバイオ以外のソフトウェア、まあ、いろんなものを公開していますが、まあ、こういうような似たようなコンセプトですね。で、バイオコンダクターはバイオだけに特化しているということで、まあ、よりジェリーなようなパッケージ公開をしていると。で、この、まあ、ライブラリーとかパッケージのですね、検索性については、まあ、検索性はいよいよやや向上したいということで、作られて、をコンセプトにして作られているようですね。より、まあ、開発者とかの、まあ、開発者ごとでパッケージをまとめたりとかですね、ややそこら辺の検索性能は向上させていると。で、まあ、クランとかですと、なかなかパッケージ検索が難しかったりとかですね、バイオコンダクターもややパッケージ検索難しい場合がございますが、まあ、そういうのをやや向上させているというような形です。あと、まあ、開発者側のメリットとしては、まあ、クランとかバイオコンダクターって、まあ、どちらかというと、まあ、ユーザー目線に立って、まあ、基本的にパッケージを公開するということが主なコンセプトかと思うんですけども、R ユニバースはどちらかというと、まあ、開発者ごとでパッケージを管理できるような形で、まあ、まあ、基本管理者が先にあって、それに紐づいているパッケージを管理しているような印象のプラットフォームなのかなというように思います。で、サドプロセスに関しては、まあ、特に、あるユニバースはなくて、ビルドを通れば基本的には公開できる
形ですね。で、これに関しては、まあ、査読があるクランとかですね、ちょっと厳しめの査読があるバイオコンダクターとは違って、まあ、GitHub に近い感じですね。ただ、ビルドは通しないといけないと。で、あとは、まあ、リポジトリについては、まあ、自由に、あるユニバース上でリポジトリ作っていいという形で、まあ、GitHub に近いような扱い方。で、タープラットフォームとの連携については、基本的には、まあ、あるユニバースは GitHub と、まあ、連携、あるいは、まあ、自動連携させて使うという形で作られています。で、一応、まあ、これ以上話まとめますと、ざっと、まあ、触り的な内容でしたが、まあ、これは、まあ、最近、まあ、新しい R パッケージの配布のプラットフォームとして、まあ、R ユニバースというのを今回、概要的なお話を紹介させていただきました。で、これは、まあ、開発者にとっては、まあ、GitHub 的にですね、パーソナルドメインをつけて、パッケージの公開とか配布が可能になっていると。で、まあ、開発者ごと、パッケージのですね、なんか種類とかですね、パッケージごとではなくて、この開発者ごとでパッケージがまとめられて見えるようになっているということで、まあ、管理者とかの透明性を目指しているような印象を受けた感じですね。で、現状ですね、まあ、クラウドのパッケージ開発者だったら、まあ、勝手にというか、まあ、自動的に、まあ、この R ユニバースと連携がされて、パーソナルドメインが作成されて、公開されているという形になっているという形です。で、もっとまあ詳しく、これ、R ユニバースについて、知りたい方はですね、先ほどのですね、この、ゼロ円さんの、まあ、PDF の資料であったりとかですね、同じくゼロ円さんが、R ブロガーで記事書かれてますので、まあ、この記事とかですね、ご参考にされてみてはいかがでしょうか。はい、一応、はい、トークと以上です。